あのヘビースモーカーの松たか子さんがなんと禁煙していたことが判明しました。松たか子さんといえば今年一番のヒットとなった映画アナと雪の女王の主題歌レッド・イット・ゴーの日本語版の映画を熱唱されていましたね。松たか子さんは紅白歌合戦の出場もかなり熱望されていました。しかし現在のところ出場メンバーに名前は連ねていません。その裏にはディズニーの権利関係に問題がある、歌うと顔が変になるなどいろいろな噂が出ていました。しかし11月27日には妊娠6ヶ月の身だと公表、来年の春第一子が誕生の予定ということです。ちなみに松さんが去年の後半頃からですかね、妊活に入っていて仕事をセーブされていました。かなりのヘビースモーカーとしても有名ですが、今年の初めにはもうすでに禁煙をしておられました。もちろん今でも継続しておられます。今春に放送されたドラマヒーローに出演しなかった理由も、一部噂では木村拓哉さんとの確執が問題ではなかったかとされていましたが、単に子作りに専念したいという事情だったようです。ドラマになるとどうしても仕事の時間が長時間拘束されてしまう、そのために声優であったり歌のお仕事は比較的拘束時間が短いためこなされていたということです。ですが紅白歌合戦はそういうわけにはいきません。リハーサルから始まってかなりの拘束時間が見込まれてしまいます。そのため今回出場を見送られたということです。